震災前、荒浜地区は800世帯、2200人の方が住む海辺の集落でした。で、震災後は災害危険区域に指定されて、今現在は住むことができない区域になっています。震災当時、荒浜小学校は全校生徒が91名いました。で、地震があった2時46分に20名の児童は下校していましたので、残った71名の児童はここに避難しています。それ以外に先生方、地域の方々、その71名の児童を合わせて全員で320名がここの小学校に避難して全員難を逃れています。震災当時ですね、津波の高さは海岸沿いでは地上から約9メートル、海抜で 13.7 メートルの高さで来ています。ここの小学校では2階の床が40センチ、高さでいうと地上からは 4.6 メートルの高さまで浸水しました。で、津波はもちろんここの小学校で止まったわけではなくて、ここから3キロ先にある仙台東部道路にぶつかって止まっています。